いやー、マジか。たくさんいますね。ちょっと、バゴンしとこうか。バゴンと。多かった記憶がなかったから、すごい今衝撃を受けて。え、いや、カルツカルカルカルやめてやめてやめて。はい、こんばんは、島津です。本日もね、バイオハザード3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、凶悪なネメシスとバトって、パーツか。うん、イーグルパーツね、手に入れたんですけど、あれを使うにはね、おそらくイーグルパーツの B を手に入れないといけないので、まだネメシスに挑戦しないといけないですね。なので、まあ、なるべく、銃弾とかは温存しつつ、探索していきたいと思います。とりあえずね、スターズのオフィスに向かいましょう。うん、多分武器あったかな。まあ弾薬はね絶対あると思うんで、うん、行きたいと思います。 OK、 もう倒したよね。確かさ、なんだろう、所内にもネメシス入ってくるよね。うん、どのタイミングで入ってくるか忘れたけど。いやー、マジか。ちょ、待って待ってね。たくさんいますね。たくさんいますね。ちょっと、バゴンしとこうか。バゴンと。うわ、待て、早い。え、ちょっと待って、落ち着け。危ねえ。ほぉ。やれたね、さすがに。危なかった。まだいるね。あ、ちなみに、ボリュームどうですかね。前回ちょっとでかすぎたんでね、ちっちゃくしてるんですけど。また、ね、調整してみたいと思います。もし、ちっちゃかったら。ちょっと待って、まずいな、これ。温存するって言った矢先ね、こんだけゾンビがいたらね、温存のしようがないですね。もういない。で、視聴者の人に教えてもらったんだけど、やっぱ自動じゃないな、手動のね、リロード、ないですね。うん、だからメニュー画面で、ちょいちょいいじっていかないといけない。うん。あ、大丈夫？今さ、一瞬止まったからさ、あれ？来るか、あいつって思った。ネメシス。うん。来なくてよかったです。よしよしよし。安全。さあ、来たで。なーにが、置いてあるんでしょうかね。お、早速光るもん発見。あ、これキーピックじゃない？ビル。うん、だね。やった。ビルじゃなかった？そうそう、ジルの机だよねって一瞬思った。うん、ほら、帽子が乗っかってるから。そう、ジルといえばね、キーピックですからね。よし、これでね。おー、グレネードランチャー、ありがたい。タイラントには確か硫酸弾が効くんだよね。うん。グレネード弾よりか。硫酸弾作っておきたい。そう、BOW とか生物的なやつにはね、硫酸が効果的なんですよね、確か。ゾンビにはグレネードが一番って感じ。ウエスカの机だ。ここ調べると、なんか出てくるかな。うん、バイオハザード2だとね、ここ調べると、フィルムが出てくるんだよね。何回か調べると。さあ、今回の3にも同じ要素がありますかね。確か20回から30回調べないといけないんだよね。2でフィルムを手に入れるときは。ダメですね。ありません。うん。3ではフィルムの要素、隠し要素はなかったですね。ハンドガンの弾取っておきましょう。あらあら、もうないか。机の上はモデルガンでいっぱいだ。バリーのね、机ですね。あとないのかな、なんか。ここレベッカなんだよ。あるかも。あ、やった。キックスプレーゲット。OK。こんだけかな？グレラン取るために来たって感じだね。お、なんかあった？あ、剣道。銃砲店からのファックス。え？剣道に兄ちゃんいたんだ。兄の情から嬉しい知らせだ。ついに新正式ハンドガンが完成した。サムライ G が完成したっていう知らせですね。ジョーっていう名前のね、兄ちゃんがいたみたいです。剣道には。ね。おうおう、無線が入った。誰？
カルロスだね。カルロスから連絡が入りました。うん。どっかで苦戦してるみたいですね。待って、これさ、タイラント出てこない系？タイラントじゃなかったネメシス。ここら辺でなんか出てきた記憶があるんだけど、違うっけ？勘違いだったらすごくありがたい。うん、勘違いだった。よかった。あー、レッドハーブ2個あんね。もう1個持ってきていいな。うん。てか、あそこ封鎖されてたね。あの扉。2だとあそこ通れんだよね。誰がね、果たして封鎖したんでしょうかね、あそこ。うわぁ！ゾンビ入ってきたな、ゾンビ入ってきたよ、これ。ネメシスではない。ネメシスだったら声上げて入ってくんじゃないかね。もう。何体？何体入ってきた？いや、入ってきてないわ。いや、でも、うわぁ！でも、うわぁ！ロケラン持ってたぞ、あいつ。ふざけてる。ロケラン持ってるぞ、ロケラン。ロケラン持ってる。素手でこい、バカタレが。わあ。よかったよかった。めっちゃビビった。全力のヒーが出ましたね。ヒーくそが。どうしよっか。どうしよっか。ロケラン相手に。まあ、グレランあるんだけど。いやー、今ね、昼に撮ってるからいいんだけどね、夜日って言ってたら、ね、近所迷惑でしたね。とりあえず、どうしよう、セーブしとこうか。もうセーブしとこう。うん。セーブしとかないと死ぬ可能性が高いからね。こんな怖かったっけ、ネメシスって。マジで、なんだ、そんな恐怖感なんて忘れ去ってましたよ。どうしよっか。まあ、ショットガンも不利なんだよね、メシス。隙ができすぎるから、ショットガン。いや、一応まあまあショットガン持っていこう。ショットガン持っていくとして、グレラン、使う？まあ、いや、ちょっとバトってきますわ。いつでももう死ねるんで。ほほー！あ、いたぞ！あ、あ、怖っ、怖っ！怖やべって。怖いって、痛いって。あ、いた！ロケラン！ジルもすごいよね。ロケランをぶっ破されて。死なないなんて。狭いここどうしよう。でももう。危ない。ああ、カーセン勝った。あ、ロケランなくなった。ロケランなくなった。ロケラン、どうやら制限があったみたいだね。まずいよな。制限ないと辛いわ。さすがに。いって。ああ、ダメだ。狭すぎる。逃げるにはちょっと厳しい。あぶね。リズムゲー。すごいよ。お、バグってる。おお、バグってる、バグってる、バグってる。はい。あ、いたいた。無理、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 無理。頑張れ。聞いた。オッケー。やっぱグレラン効くね。うん。グレランいいわ。ちょっと今のうち補給して。はい、あ、いた。危ない。ダメ。2回はかわせるけどね。よいしょ。おネメシスかわそうとしたね、グレラン。オリジナル版でもネメシスかわせるんだ、グレランなら。
視聴者の人からね、聞いた情報によるとね、グレラン程度の弾速の遅いやつならね、ネメシス買わせるらしいんですよ。だから、RE でもそこを再現してたってことか。てか、あれ、オリジナル版で買わすのを、全然覚えてなかった。RE3 からね、取り入れられた要素じゃなかったんですね。もうちょいなんだけどな、もうちょい。やばい。ああ、ダメだ、やられた。ロケラン、とりあえず弾数制限があるから、あれをうまい具合にかわすのが鍵っぽいですね。いやー、ここ狭いわ。つらい。まあ、グレランが効くっていうのはね、分かったから、ありがたいかな。ていうか、グレランバリバリ使っていこうか。そうだね。硫酸弾作ろうか。硫酸弾。プレイマニュアルに硫酸弾の作り方書いてあるはずだから。しまった。硫酸弾を作るための、ガンパウダー、B がなかったです。今ね、A と B をね、調合して C にしたんだけど、もう一個、ガンパウダーの B がなかった。だから、グレランの弾作りましょう。お、10発作れるのか。ありがたいですね。10発。これだけあれば倒せる。絶対次倒せる。グレランマジ、ありがたい。あ、ごめん。かわす、かわす、かわせない。危ない、危ない、危ない。ちょっと来い。オッケー。これでかい、でかい。あー、ダメ。あー、ダメ。もろ食らった、もろ食らった。一発かわせたのでかいね。しょ。来い。あー、ダメ。あー、ダメ。くそ。オッケー。やったやったやった。グレランやっぱでかい。グレラン強い。グレラン最強。オッケー。おい。オッケー。どう来る？かわす。あ、いたいた。あー、撃てなかったから。あれだったね。撃てなかったから。襲ってきた。来いよ。オッケー。いいね。よし。ないよ、いいよ。いいよ。もうちょい、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 絶対倒せる、もう絶対倒せる。危ない。しょ。やっとー。グレラン最強。これでイーグルパーツの B じゃない。きたー。ゲーイ。何発使ったグレラン。16発だったよね。12発使った。6発。当てればダウンする感じだったね。いやー、このね、狭い中戦うのはなかなかつらかった。でも A と B 手に入れたから、これでハンドガンが作れるはず。これハンドガンなんですよ確か。イーグル 6.0 調べる。STI、イーグル 6.0 競技用にカスタムされ、あ、開発されたカスタムメイドガンだ。9ミリパラベラム弾を使用する。だから、これで、こっちの方がね、クリティカルヒットしやすかったはずなんですよ。大ダメージを与えられる、感じの銃だったはずです。だから、こっちのジルのサムライエッジは、ね、弾使い切ったら、預けて、イーグルに、イーグルをメインで使っていきましょう。とりあえずキーピック取って、警察署の外に出ましょうか。向こうに、ね、キーピックで開けられる扉があったんで。あ、そういえばさ、倉庫に立てこもってたおじさんのとこ一回行ってみようか。なんか変化起きてるかもしれない。あ、ブラッドの死体も切れてるわ。どっかゾンビになってさまよってんでしょうね。確かここまで来るとね、まあ、うろ覚えなんだけど、おっさん出てきてた気がする。なんかしらのアクションが起きてたはずなんだけど。まあ、ちょっとそれを見に行こうか。でも、ケロちゃんがいいんだよな、ここ。
ケロちゃん、バボンしとく？バボンしなくてもいいかな。買わせればいいんだけどね。オッケー、買わせた。オッケー。はい。よかった。緊急回避でもね、買わせるからね。それこそ、あれだよ、これだよ。うん、来いよ。おらよー。ガチビビッと。やばい。あの、前方のやつがやばい。ちょっと待って。下がれ。よいしょ。やっとけ。下のやつも。ハイズリちょっと速度上がったぞ、こいつ。やばい。節約していこう。タコ殴り。よし。背後を取った。何もできまい。いや、マジビビった。え？こんな演出あったっけ？マジね、バイオハザード3、数多いゾンビの。やばいわ。ここまで数が多かった記憶がなかったから、すごい今衝撃を受けて。カルツ、やめて、危ない。疲れるところだった。すげえ変化起きてんだけど、こっちに。あ、やっぱりゾンビいるわ。すげえ変化起きてない。ってことは、何かしらおっさんのとこにもアクションが起きてるかもしれないね。あ、死体がある。いすぎ。いすぎ。やばい。こっちに戻ってくる、ね、あの、価値があるのかどうかがちょっと怪しくなってきた。こんだけ危険を犯して、この、七を興奮する意味が。いますね。やばいですね。ああ、やばいこれ。俺はとんでもないことをしてるのかもしれない、今。それに見合った成果が得られるかね。すごい心配。2、3、4、5。これで終わり。で、切り替える。あ、連射性能が、すごい連射できる。めっちゃ早く連射できますわ。待って。もう、こっから節約していかんと、さすがに。やばい。いける。なんでよ。やられろ、おとなしく。死ぬって、俺もさすがに。かあ、これきついな。ほんとリスクあるかな。ここまでして、まで、そこに向かう。やらかしたかも、いろんな意味で。来てる？連射、連射がすごく早い。これはありがたいね。クリティカル入った。こんな感じなんですよ。オッケー。ね。クリティカル入るとワンパンなんですよね、この銃。そういったところではすごく使い勝手がいいんです。まだおったか。ああ、くそ。ワンパンできんかったわ。うわ、結構使っちゃったな。いない。いや、これ。やべえことしちゃってるかもしれないな、ほんと。あのおっさんがどうなってるか。それを見るためだけにね。この危険を犯してんだけど。さあ、おっさんどうなってるか。これでまだ閉じこもってたら俺は怒るよ。食べられてんね。おっさん食われてるわ。ぐちょぐちょ言ってる。結構な。あそこで食べられてんのね。ってことは、そこから、そこじゃないわ。
コンテナが出たんだね。ちょっと待って。2体かな？ 2体だよね。あ、3体 !3 体。3体だったらバボンしちゃおう。バボン。OK、入った。OK、入った。これでかい。あー、食べられてた。やっぱ最終的には出てきちゃったんだね。やばいやばい。おお、よしよしよし。これだよね。ほらほらほら。あの人。ああ、ダメだ。うん。特に調べることはできないわ。はい、行った。はい。コンテナに閉じこもったおっさんは死にました。で、ここには何がある？なんかあってもらわないと困る。うわ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。コンテナに残された遺書。遺言か。うん。クソったれ、誰かこれを読む者はおるのか。私が死肉狂いどもの餌になった後、町を閉鎖していた GI どもが見つけて笑うのだろうか。助けてくれ。もうダメなのか。死にたくない。まだ私は生きていたい。いや、だったらさ、ジルの提案に乗らないとね。うん、協力して脱出しようって。あれなんだろうね。閉じこもってて、孤独になって一人でシーンってしてるじゃないですか。それで、冷静さを取り戻して、生きたいって思ったんだろうね。妻も娘もお袋もみんな殺された。しかし、そんなことはもういい。はるかに重要なのは私の命だ。こんな唐突に終わりが来るなら、営業マンになんぞならなかった。私は小説家になりたかったんだ。お前の人生は長いのだからというお袋のたわごとはクソくらいだ。私は偉大な小説家ダリオ・ロッソとして、称賛され。で終わってますね。コンテナに残された遺言。小説家になりたかったみたいですね。はい、よしよしよし。こんだけアイテムがあるんだったらよかった。多少のリスクは覚悟で戻ってきた甲斐がありましたね。いや、多少のリスクなのかな。あそこまだ戻らないといけないんだよ。バーのところ。えぐいよね。さあ、どうしましょうかね。ここのゾンビさん。君、死んだふりしてのバレてるよ。首が動いてるからね。ゾンビ失格だよ、それ。C 級ゾンビだよ、C 級ゾンビ。A 級ゾンビの人は、ちょっと待って。首すら動かさないから。しょ。いた。まだか。はい。いけるか、これ。タフだな。しょ。思いのほうがタフだね、これ。はい。はい。いた。じゃあな。はい。アイテム整理してね、パウダー取って、目的のところまで行きましょう。さあ、行きますよ。ここ通過して、カラスも可愛いしないといけない。どうなってる？いやいや、ちょっと待って、これまずい。これちょっとかわしようがないわ。ちょっと待って。あ、無理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 。ちょっとこれバボンするしかねえわ、バボン。バボンすんね。バボン！オッケー。え、バボンしきれんかった。おお、ナイス回避。ナイス回避。いや、これダメ、もう一発入る。オッケー。やばいやばい。嘘嘘嘘嘘嘘。重症化してしまった。いける！ここだ！オッケーオッケー。オッケーオッケー。神回避、神回避。いないよな。いないね。こっちいないね。よかったよかったよかった。一回だけね、噛まれただけですね。あと、そうだね。ショットガンの弾一発消費。カラスいんだよ、カラス。あれ？え？あ、いたいたいた。カラスいた、カラスいた。飛んでなかったね。休憩してたね。オッケーオッケー。はい、突破成功。で、ここはもう処分したよね。ドラム缶残しててよかったね。駆逐できたから。はい、ケロちゃん、かわせかわせ。いける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 。危ない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 。 OK、 どうにかね、最小限の被害だけで済みました。じゃあ、こっちじゃないね、あっちだね。キーピックで開けましょうか。さあ、カルロスとすぐ合流できたかな。ちょっとどうだったか覚えてないんですけど。
まだ先があるかもしれないですね。どう？とりあえず今何も起きない。何も起きないね。でも何か起きそうだよね。どう？おー、ドラム缶ある。ドラム缶あるってことはそういうことだね。どうかな？うん。あ、死体がある。ね、アンブレラの。はあ。おったで。おったで。ブレインサッカーじゃない今の。あれ、ブレインサッカーじゃなかったかもな。なんだっけ、ブレインサッカーとあと何だったっけ、もう一匹の名前。うん、まあ、どっちかだと思います。どうやらね、この兵士、自殺したみたいですね。うん、自分がゾンビにならないように。やべえなぁ、あいつ。めっちゃ怖い。お？あ、来ない来ない来ない。よかったよかった。多分、ここの通路戻ろうとした時にね、襲ってくる感じでしょうね。うん。きっとそうでしょう。で、ドラム缶その時使う感じ。消火栓のホースがボルトで固定されている。あー、なるほど。レンチかなんか持ってきて外すんだったっけ。どっかが火事になってんだよね。で、それを、うん、消火する。っていった、ので使うんだったと思います。で、ブルーハーバーね。ってことは、毒食らう。可能性がここから出てくるから気をつけてって言ってますね。どうしようかな、ブルーハーブ根こそぎ、いや、2枠ぐらい開けていこう、2枠ぐらい。うん。後からまあ回収するとして、あれは。おっと、バトってる、バトってる。うわぁ。OK。危ない。もうここは処理していこう、丁寧に。はい。やれた、やれてない。まだか。タフだな。いった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 。オッケー。何発使った？うわー。14発使った。うん。で、ゾンビが食べてますね。むしゃむしゃしてますね。どこだ？どこにいる？おーし、ナイスナイスナイス。残り1発、クリティカルヒット。よかったよかった。さっきのね、ゾンビも、ゾンビじゃない。ケルベロスもそんな感じでバボームしてくれればよかったんだけど。あー、ケルベロスが食べてたのね。ゾンビが食べてたんじゃなくて。ありがてえ。ガンパウダービー。首を噛まれて死んでいる。ね。アンブレラの兵士、あさればね、弾薬が手に入るから助かりますね。あ、イベントか。どうだ。まだある？さっき。あー、駐車場だ。おお、どうしようかな。行かない。いいんだよ、頭吹っ飛んで。頭吹っ飛んでいいんだよ。くそ、全然吹っ飛ばん。ちょっと待って。バーン。行かない、行かなかった。どう、よし、二人行った。もういないね、ここ。あ、これ確かケーブル飛んだよ。うん。バッテリーを充電してるようだ。電力ケーブル。で、どっかでこれ繋ぐんだよね。OK。いない？いないいない。よしよし。ふぅ。あ、こんなとこに植木鉢が。うん。ブルーハーブの。じゃあ、後々ここら辺で毒系の、ね、クリーチャーが出てくんだね。よーし。あー、どうにかセーフルーム入れましたね。よかったよかった。インクリボンもある。はい、というところでね、本日はここまでとさせていただきます。うん、ガンパウダーね、結構手に入ったからね。まあこっからあとそこそこ楽でしょうね。うん、ハンドガンの弾も81発あるし、まあ、ネメシス用にね、硫酸弾作っておくのもいいかもしれないね。それかグレランか。はい、どんどんね、鬼畜さが増していきますね。子供の頃ね、ここまで感じた記憶はないんだけどね。やっぱ子供の時の印象とね、大人の時プレイした印象って変わるもんですね。今も恐怖でしかないです。子供の時の自分もね、相当怖がってやってたと思うんだけど、
そうだね、またね、大人になって新しくね、恐怖を植え付けられてる感じです。はい、ということで、本日のバイオハザード3、最後まで見てくれてありがとうございます。RE3 が出るまでにね、どうにかクリアしたいですね。順調にいけばね、クリアできるはずです。順調にいけば。 もしよければね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コメントとね、高評価をねしてくれるとね、結構反応率がいいってことで検索画面の上位に出るって言われてるんで、皆さんよければお手伝いしていただければすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは始末のバイオハザード3でした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。